はい、どうも山田明です。今回の動画はですね、昨日ですね、発表のありましたタスカムのポートキャプチャー X6、 はい、こちらの、レビューをね、させていただきましたけど、でそこでですね、ちょっと質問がありまして、まあ、質問というかご要望といいますか、はい、それで今ね、試してみてはいるんですけど、今普段からね、撮っている体勢で今ね撮ってはいるんですけど、 Z9 の上にポートキャプチャー X6 をね、載せてまして、そのね、マイクユニットで、撮っております。で合わせてこっちにもねあります、ゼンハイザーの MK600、 はい、こちらでも音をね、同時で撮っております。はい、でこれっていうのはですね、同時にね記録するんですけど、ただファイルはね別々にすることがねできますので、そのままね音声を確認することができますし、比較もねできるといった形になりますので、これでね今チェックを行っております。はい、でまあやっぱりちょっとこういうね離れた位置でお話しする場合っていうのは、やっぱりショットガンマイクの方が私はねいいのかなというふうに思ってまして、まあ、ただもちろんね、タスカムのね、ポートキャプチャー X6 のマイクユニットの方もかなりね、いいマイクが備わっているということになりますので、まあ、もしそのままね、マイクユニットの音質がね、いいのであれば、もうこれをね、使っちゃってもいいんじゃないかなというふうに思いまして、今ね、テストを行っております。はい。いかがでしょうか。はい。で、まずね、今聞いていただいているのが、ポートキャプチャー X6 のマイクユニットの音声になります。はい。どうですかね。はい。続いて、こちらでね、今撮っている、ゼンハイザーの MK600 のマイクを使って、ポートキャプチャーに入れて、録音ね、している音声がこちらになります。いかがでしょうか。まあ、ちょっとね、これは私もね、聞いてみないと何とも言えないので、はい、実際やってみたいんですけど、まずはね、普段からちょっとこう離れた位置での音声をね今確認しているよということになります。はい、ではこのね、近い距離でもねちょっと試してみたいと思いますので、ちょっとねマイクを近づけたいと思います。はい、続いてですね、こちらのねデスクの上にね、ポートキャプチャー X6 と、ゼンハイザーの MK600、 はい、こちらをね置いてみました。はい、で音声の方ね今から比較していただきたいと思います。まずはねポートキャプチャー X6 のマイクユニットの音声になります。いかがでしょうか。はい、まあここまでね近づけばだいぶねいい音になっていると思いますけど、ただあまりね近づけすぎるとボフボフ音がね入ると言いますか、はい、今もねちょっとボってなりましたけど、今ね、まあ、あえて、このね、ウィンドスクリーンをね、つけた状態になります。結構ね、近づけたら、ボフボフね、言ってたので、まあ、こういう形でね、しております。続きまして、ゼンハイザーの MK600 の音声が、こちらになります。はい。いかがでしょうか。いやー、まあちょっとね、私も聞き比べてないので、まあ理屈的にいきますと、私はね、このゼンハイザーの MK600 の方が、ショットガンタイプになってますので、まあ、こっちの方が私はね、音質がいいと、まあ、思ってはいるんですけど、まあ、でも実際聞き比べてないのでね、何とも言えないんですが、まあぜひね、聞き比べていただいて、まあ、どっちがね、好みなのかチェックしてみてください。であと、まあ、このね、こちらの、ポートキャプチャー X6 のマイクユニットに関しては、このね、結構この空間、この空間の音をある程度ね、拾ってると思いますので、まあ、こういうね、形でマイクが、向いているということになるかと思うので、ちょっとね、この直接的には拾ってないんじゃないかなというふうに思います。まあ、なので、ちょっとこのね、この部屋の、まあ、反響も含めて拾ってるんじゃないかなというふうに思いますので、まあ、その辺のね、違いがあるかとは思います。はい。で、まあ、こっちのね、ゼンハイザーの MK600 については、ショットガンタイプで、私のね、口元を狙って、音をね、拾っていますので、まあ、どちらかというと、こっちのショットガンタイプの方が、音質はいいんじゃないかな、というふうにね、思っております。はい。ちょっとね、まあ、このままね、ちょっとお話しさせていただきたいと思いますけど、で、まずね、このタスカムさんから、
お話をね、いただいた件に関してはですね、以前に私がね、動画をアップした、ニコンとね、共同で作ったのか、まあ、開発したのかなんですけど、メインはね、タスカムさんがやっておられたと思うんですけど、XLR マイクアダプターですね。はい。まあ、こちらの私の、こう、レビューを、まあ、辛口のね、レビューを出したことによって、それでね、私の方に連絡をいただきまして、もう本当ね、それがきっかけなんですよ。はい。まあ結構ね、私は辛口に言ってしまったので、いや、どうですかっていう感じだったんですけど、申し訳ないなというふうにね、まあ思いながら、まあただね、私はやっぱりあの動画っていうのは、素直にね、お話しさせていただきましたし、まあそれも含めて、まあ、ぜひ私にっていう感じで、まあ今回ね、お話をいただいたので、まあ、とても、ありがたく思っております。はい。で、まあ、今回のね、この、ポートキャプチャー X6 についてはですね、結構私のね、理想に近いマイクになってて、特に私のね、業務で行きますと、イベントの撮影だとかね、ライブの撮影。で、まあ、音声さん、音響さんがね、いる場合は、音響さんのね、データをもらって、動画にね、ミックスするんですけど、まあそうじゃないパターンもね、あったりするんで、まあそういった時は、このね、ポートキャプチャー X6 が、まあ、役に立つのかなというふうに思っています。はい。で、まあこれまではもう正直な話、ズームのね、F3 を使ってて、で、別でね、コンデンサーマイク、以前ね、まあこちらの動画でね、アップしてますけど、まあライブの撮影用に、マイクをね、まあ準備して、この XY 方式で、ライブのね、撮影の音声をね、収録したよということをね、したんですけど、まあやっぱりね、ああいった形でやるのっていうのは、結構ね、めんどくさいですし、荷物にもね、まあなりますので、まあそれでいくとね、まあこのポートキャプチャー X6 ね、この1台でそれがね、完結できるのであれば、すごくね、メリットかなというふうに思いました。はい。まあなので、まあ私にとってはすごくね、合っているし、まあこういう形で、外部マイクね、MK600 だとか、それ以外のね、ファンタム電源をね、必要とする、まあコンデンサーマイクだとか、こういったね、形のショットガンタイプだとか、まあいろいろね、マイクつなげることができるかと思うんですけど、まあ本当に幅広く 32bit フロート録音がね、できるポートキャプチャー X につなぐことで、より良いね、音を、まあ、追求しながら、なおかつ、失敗もね、まあ、最小限に抑えて収録できるっていったところは、すごくね、メリットなんじゃないかなというふうに思っております。はい。ということで、ちょっとね、まあ、私のね、雑談というか、こういったお話になった経緯の方もね、お話しさせていただきましたけど、いや、どうですかね。もしね、こっちの、マイクユニットのね、音質がいいのであれば、もうこのままね、こっちで行きたいなというふうに思いますけど、わざわざね、やっぱり、外部のマイクをね、つけるっていうのもまあ面倒ですし、こういう形で近くで収録するのであれば、こっちでもありなのかなと思いつつ、ちょっとね、もう聞き比べて、私もね、判断したいと思います。ちょっとね、まあこの場では私はね、確認してない状態になりますので、そこはね、皆さんにね、判断していただいて、ご評価ね、していただけたらなというふうに思います。はい。まあ、それも含めて今後ね、私がどっちを使ってるのかというところをね、見ていただけたらなというふうに思います。はい。ということでね、最後までご視聴ありがとうございました。またね、次回以降の動画もご覧いただけたらなというふうに思います。それでは次の動画でお会いしましょう。さよならー。